それでですね、異音の原因をですね、後ろから見てったわけなんですが、原因としてはですね、いろいろあるわけで、チェーンの伸び、チェーンリングの減り、あとは BB ですよね。原因がいっぱいあって、後ろから見てたんですよ。ディレイラーハンガーの曲がりとか、やってたんですけど、で、先人の知恵を借りました。ネットで聞いたら、こう見てもらえると分かると思うんですけど、さっきの動画でもね、気づいた人は気づいたと思うんですけど、隙間が空いてるの分かりますよね。チェーンがね、これ、伸びてるってことなんでしょうね、おそらく。あとは、チェーンを、9速用じゃなくって、7速、8速用を使ってたとか、原因が分からない。いろんな可能性あるなって思って、出たんですけど、とにかくね、見てもらった通り。これもね、何速用か分かんないですよ、このチェーン、はっきり言って。ここ、表記あるんですけど、それ見ただけじゃ分かんなくって。で、これ本来は、こうね、かっちり入るはずなんです。で、買いました。チェーンチェッカー、アマゾンでね、一番安いやつ買いましたね。11速まで対応してるみたいです。上の段で、こう、チェーンを貼って、こっち側を入れて、これが0.75%、上が1%の伸びっていうことらしいですね。ざっくり入れて、刃が下に突き抜けるようだと、チェーンが伸びてるっていうことなんですけど、伸びてますね。じゃあ、1%の方はどうかっていうと、伸びてるみたいですね。これどうなんだろう。相当伸びてるってことなのかな？わかんないですけど。とりあえずね、伸びてますね。伸びてるっていうことが分かったんで、あんまりね、今まで乗ってた方も多分伸びてたんですけど、あんまりチェーンの伸びなんてね、気にしなくって。しょうがない。いい機会だっていうことで、チェーン買いました。何も問題なければね、チェーンの伸びは気にしないんですけど、チェーンの伸びがね、一番怪しいということで、チェーン、買いましたね。いくらだったかな？でもそんな高くないんですよね、チェーンってね。ちょっと電池が切れちゃう。チェーンを買いました。118っていうのはコマなのかな？あまりここら辺は気にしないで買っちゃいましたね。急速だけっていうだけで。ちなみにこの状態で測ってみますと、1.0の方から、これで刺さったら俺ちょっと刺さん、一応こんな感じなんだね。よかった。俺これで刺さったらすんごいショックだった。0.75でもやっぱ入んない。よかった。これで入ったら超ショック。ほら。でね、そう。さっきも言いましたけど、カセットは交換する予定があるんで、このままね、とりあえず繋ごうかなと思います。こっちはつけて、こっちはこれを抜かないといけないんで、抜いていきます。結局このあれだね、この抜く工具っていうのは必要ってことですね、必ず。抜けました。ここが硬いんだな。いつもこうなっちゃうんだけど。
これで繋がりましたね。さて、どうなるかな。問題は高い部屋です。アウタートップに入ってて、ここが今見えてないかもしれませんけど、ぶつかっちゃってます。長いんだね。で、まあ、ちょっと開けてあげて回すと、わかります？BB が怪しかったんで、BB 注文したんですけど、見てもらってる通り、力加えて回しても、コリコリ言わないんですよ。